はい、あいちゃんの一人遊び。いや、ようこそ。まさかこんなね、男だらけのむさ苦しいところに来てもらえるなんてね、思ってなかったんですけれども。お願いします。お久しぶりですね、あいちゃん。お久しぶりです。久しぶりです。あの、今日はですね、あいちゃんにいろいろご質問をいくつかしたいなと思ってまして、はい、ティアモさん、あれ、ちょっと、じゃあ自己紹介、私、ティアモコと言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、あいちゃんのバッグの中身を見せてください。どうぞ。早かったですね。違うか。いいんですか。いいですよ。そのバッグの中身全部公開してもらうっていう感じなんですけど、はい、いいですか。はい、あ、じゃあ早速持ってしまっていいでしょうか。今期買ったんですけど、白のバッグ欲しくて、はい、急遽買ったアダムエロペのものなんですけど、だからすごいお手頃で、でもめっちゃ入るんで、そうなんですね。お手頃な感じに見えないですね。可愛いですよ。はい、可愛いですね。春めきが欲しくて。春めき、はい、ときめき、ハト、春めきと心強さとね。はい、春っぽさ、春っぽさですよね。いや、いいですね。これ可愛らしいですね。サイズもなんか使いやすそうで。そうなんです。いっぱい入るから、ね、うん、なんかこういうちょっと撮影の時とか、うんうんうん、そういう時に持ってきます。いいです。じゃあちょっと早速中身を見せていただきましょう。はい。携帯。まあ、はい。まあ、携帯は。携帯。財布。あ、財布。はい。財布。意外とちっちゃい。あ、なんかついてる。異常がついてる。違います。チェリー。チェリー。別に何もないですけど。ないですね。かわいい。あ、お財布。どんぐらい使ってるんですか、その財布は。これは、1、2年。幅広いですよね。幅広いね。くらいですかね。多分。まあでも割と、新しいというか。すごいですね。初めて見ました。ね。今も多分売ってます。あ、そうなんですね。はい、お揃いで買おう。あ、じゃあ続きます。はい。次何出すべきか分かんないですね。ちなみに、いつもの量感ですか、今日入ってるのって。あー、いつもより少なめ、より多めです。多め、はい。そうなんですね。なんか普通、普段はポーチとかあんま持ち歩かないんですけど、うん、血を持ってきました。なんか、事前に 言われたからとか見てもらって。あ、違います。なんか、こう、カメラ向けられるから怖くて、そっかそっかそっか、リップとか、そういう、あ、そういうことか。あ、そういうあれです。じゃーん。わ、何それ。消毒。あ、消毒、まあ、今っぽいです。なんかおしゃれな消毒。あ、これもらったんですよ。あ、もしかしてちょっといい匂いがするやつですか。うん、アロマ、アロマ的な感じの。アロマの入った、はい、消毒。いいですね。ちょっと後でお願いします。どうぞ。はい、続きまして、イヤホン。イヤホン、もうコードレスの時代ですもんね。はい、はい、そうですね。何それ。アベンヌ。アベンヌ、化粧水というか、なんかミスト出していいですか。あ、いいでしょ。お、うん。見えないですか。いや、見えます、見えます、見えました。すごい霧状の。あ、そうです、感じで。あ、うん。乾燥する時期なんで、なんかたまに乾燥してるとことかだとバーって。あ、何でしたっけ。アベンヌウォーター、普通に薬局で売ってます。続きまして、ポーチ。お、出ました。いつも持ち歩かないという。あ、そうなんですね。はい、持ちカバだと、はい、ちっちゃいバッグなんで、いつも、うんうんうん、財布とこれとリップとかそれだけなんですけど、なんかこういう時 はポーチ。まあ過去2人はね、男性なんですよ。はいはいはい。でもやっぱり皆さんポーチをちゃんと持ってる。あ、そうなんですか。はい、男性もすごい結構持ってるんですよ。そうなんですか。今の人だから本当に細かいものとかばらけたくないものとか、あとは見られたくないものとかを皆さん入れる用のポーチっていうのは必ず一つは持ってるんですけど、なんだろう。だからそれのちょっと、あ、それ中見せてくれるんですか。え、ちょっとだけですよ。お、うん。でも男性に見せても多分あーみたいな感じだと思います。普通にリップが何個か入ってるのと、出ました、リップ何個持ちだ。キューキューさんは過去リップ3個持ってましたんで、あー、なるほど。はい、それを超えられるかどうか。これ色全部色ついてるやつで、出た、3個目、これ並びましたね、キューさんに。
あと保湿のやつ。超えてきた。超えてきた。あ、ストライク。出た。汚いなっちゃった。ごめん。あった。ちょっとあいちゃんこれ過去最高に持ってます。完全に超えました。これもお土産でもらったリップ。なんで入ってるんだろう。すごいな。わかんない。もうおないですね。はい。ちなみに簡単に順番に説明すると、そのピンクのやつは色付き、はい、色付き、保湿で色付き。ああ、やっぱ使い分けてるんですかリップ。うん、あ、でもリップの色、うん、これは別に使い分けとかないんですけど、うん、なぜか2個入ってて。あ、そっか、保湿用だからか。保湿が2つと、うん、あとなんかまあ服によって撮影の時とかって何回か着替えたりする時あるじゃないですか、ね、はいはい、それによってたまに色変えたりとかはします。ちょっとだから過去におじさんたちのバッグの中しか見てないから、はい、割とそういうの知らなかったじゃないですか僕らね。じゃあなんでテーマ別持ってたって話になるんですけど保湿が3つですか。ね、保湿が3つだったから僕の場合は。あと味送って言っちゃいましたね。テーマさんの場合は味ですね。味味の時に唇にちょっと味付きのリップを塗っとくとやっぱちょっと空腹が満たされるって聞いたんで、たまに甘いやつとか買うんですけど。そうなんです、ね、大抵失敗しますね。あー、はい、無味です。無味が一番いいですよね、はい、無味ですね。いや、女性のその服に合わせてとかメイクに合わせてやっぱ変えるっていうのがちょっと勉強になりますね。そうですね、我々ね取り入れたいですね。ぜひどうぞ、はい。まだあるんですか。ありますよ。うわ、ちょっと一気に行ってみて、ちょっと見せます。いや、全部はちょっとやだな。あ、やっぱりナポーチってそういうとこですもんね。メイク道具はやっぱり必需品ですもんね、女性はね。わ、なんでしょう。本当に興味あります。ありますとも。本当ですか。あります、ね、何が出てきたとしても。これどっちも匂いつけるやつね。匂いつけるやつ、え、どこに。あ、普通に、まあ、香水的な感じで使ってます。香水これはなんか塗るタイプの香水なんですけど、なんかね、ドラマみたいな。塗り香水、あ、あ、手首とか適当にパーって塗ったりします。普通の香水よりも匂いが強くなくて、うん、そう、なんか他の人に迷惑かけない。塗り直したりとか、ね、はい、ちょっとそれ後で嗅がしてくださいね。今塗り香水は1本です。でこっちはネイルオイルなんですけど、ネイルオイルもすごい匂い、いい匂いなんで、はい、普通に手首に塗ったりしてます。ネイルオイルだけど。ネイルオイル、はい、そういう使い方もありなんですね。ありなんじゃないですか。アイシャドウかな、これは。じゃあ、あ、どうなんでしょう。一般的ではないのかな。なんならネイルオイルって知らずに塗ってました最初。もうちょっとやばい人の発言ですね。ちょっとアイちゃん。で、そのそっちを。これは香水です。これすごいな、やっぱ。これはどこの、尊敬してる人にもらったんですけど、お土産でもらいました。その匂いいいですねってずっと言ってたんですよ、はいはいはい、うん、そういう風になりたいなっていう女性がいて、うん、ずっと言ってたらくれました。すごい、なんかいい思い出です。何なんでしょうこれ。クリーン。クリーン。クリーン、わかんないですね。ブランドですか。あ、でも多分普通にセレクトショップとかでも取り扱いがあったけど、ちょっとごめんなさい、私ムッチで。いえいえ、もうちょっと今でも香りだけでも3つ出てきましたね今ね。それもですか。ちなみにこれは違います。これ有名なんですよ、女性の間では。シャネルのボームエサンシエルスカルプティングって言って、はい、こういうキラキラしたハイライトとかちょっとツヤを作ったりするのに、田中みな実ちゃんとかがおすすめしてて、一回完売したりとか。すごい、そう、タイミングよく変えたんですよ、ね、カメラ向けられるとやっぱツヤ欲しいじゃないですか。あ、俺はそういうの塗らなくてもツヤが出ちゃうタイプなんで、あんまり、あ、俺というかテアロさんとかちょっとダメですね、はい。あ、そういうやつ、キラキラするの、それともツヤが出る、どっちですか。 ラメとかそういうんじゃなくて、ツヤ、ツヤ濡れ感みたいな。あ、なるほどね。ちょっと分かります。はいはいはい、そのいいツヤ感ですよね。はいはい。テムさんの場合ちょっと丸めのツヤ感が出ちゃうので、はい、それがやっぱ、あ、今やってました。ちなみに家に出てくるときにやってきました。取れてなければ。なるほど、じゃあ後でちょっとこれも
ちょっと清さんで検証しましょうかね。ぐらい。あ、そうそう。はいはい。あとは、いや、すごい。めっちゃありますよね。面白いですよ、やっぱり。目薬。あ、雲霧目薬って言って、これも、雲霧目薬？そう、なんかスタイリストさんに教えてもらったんですけど、うん、なんかめっちゃいいらしくて、薬局に売ってるとかそういう何百円とかのやつよりスカッとして、うん、あ、するんだ、長続きします。なるほど、こだわりがやっぱりいろいろ人数よりもありますね、やっぱりね。あと一つは最後ラスト、はい、何でしょう。チョコ。かわいい女子来たね。やっぱチョコ。ガーナですか？あ、さっき買ったんですよ。ガーナ。あ、ガーナです。別にこだわりはないんですけど、チョコ好きなんで普通によく買いますね。チョコいい、チョコいいよね。ね、何チョコが好きです？カカオ何パーセントとか、あ、ザクザク系とかあるじゃないですか。甘いやつ。あ、普通じゃミルクチョコレートのベーシックが好きってことですか？あ、はい、あんまりガリガリしたの入ってるやつとか、うん、アーモンド入ってるやつとかよりも、あ、普通の方が好きです。なんか今のチョコの質問はちょっと気持ち悪かったですね。どんなチョコがいいからって。あんまり、いやでもやっぱりチョコとか入ってる女子とかはすごく好感ですよね。本当ですか？はい、ちょっとチョコ食いしん坊的な、チョコちょこっと食べたい時もあるし、ちょこっと、ちょこっと、いや、愛ちゃんのバッグの、いや、全然違いました。あ、本当ですか？過去そのメンズのね、見せていただいた時から比べると、ちょっと恥ずかしいですね、汚いやつもあるから。やっぱ女性のバッグの中身ってちょっと男性としてはすごく知りたいですし、普段頻繁に聞けないじゃないですか。何入ってる、何入ってるの。そうですね、気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。ざっくりやっぱ行きますよね。うん、ね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。